TBS サンデーモーニングが謝罪、うん、5日放送、うん、生成 AI で作られたフェイク画像に誤り訂正してお詫び申し上げますということで、まあ、これオリコンニュースの記事なんですが、うん、まあ、サンデーモーニングがこの前、はい、放送した内容でですね、うん、まあ、生成 AI の特集があったということで、うん、写真が実はこれ生成 AI で作ったものではなかったんですね、はいはいはい、サイトでは11月5日に放送した生成 AI に関する VTR でハマス幹部をめぐりインターネットに投稿されていた画像について生成 AI で作られたフェイク画像とお伝えしましたが、はい、これらの画像は2014年以前から海外のネットニュースなどに出回っていた可能性が非常に高いことが分かりました、うん、と説明。よってこれらの画像は近年普及が進む生成 AI を使って作られた画像ではないものと考えられます、うん、生成 AI で作られたフェイク画像とお伝えしたのは誤りでしたっていうなんか今度みたいな話ですよね、はい、フェイク、そう、フェイクっていうのがフェイクだったっていう、そう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 、注意してくださいっていうね。しかもちょっとややこしかったのは、うん、あ、これ僕見たんですよ、はい、サンデーモーニング大体録画してるんで、うん、で、まあ、早送りで見るんですけど、うん、でここにも出てるんですけど、この日本ファクトチェックセンターの編集長の古田大輔さんは、はい、その、まあ、フェイクニュースに引っかからないようにするためにはどうしたらいいかってことを言ってたんですよね、はい、でそれは自分が今回のハマスの指導者の暮らしぶりとかそのトヨタについてやってるだけで、うん、今回引っかかった分は自分は言ってませんっていうのをいちいち言ってるところが必死やなっていうか、うん、いやでもそれ言っとかないと、そう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 、なんか巻き添えでファクトチェックセンターが出てきて、うん、騙されないためにはっていうのをわざわざ言ってるんですよ言っててその騙した動画をまあ本体のね、うん、サンデーモーニング自体がやってると。てかなんでそんな検証しなかったんでしょう ね、その画像検索とかで、うん、やっぱ古いやつとか調べたら、はい、あ、昔からこの画像あるじゃんとか、うん、はい、分かるような気も、はい、するんですけど、そうですね、うん、なかなかのやり取りでしたね、このファクトチェックセンターの人が出てきて、うん、わざわざ騙されないためのだからその番組が結構上から目線で、うん、やっぱネットで氾濫した動画に、はい、で短絡的に騙されちゃうやつがいるんですよみたいな感じでやってたんですよね、うん、番組自体は、うん、それで日本ファクトチェックセンターによるの古田さんによるとみたいな感じでどうしたらいいかっていうのを聞きましたみたいな感じでやってたんですけど、騙されないためにはっていう話で実はその TBS の放送がフェイクだったっていう、てめえらがやられてる、お笑い番組そうそうそう本当にいやあれはちょっと笑いますね、まあ、関口さんもね、はい、引退しますから、はい、まあ、サンデーモーニング、うん、まあ、あと前場さんに変わってどうなるのか、うん、そうですね、分かりませんけど、はい、まあ傾向的にはどさよくな番組っていうのは変わらないんでしょうね、はい、そうでしょうね、はい、さあ次なんですが、はい、自衛隊員が行為認める、報道陣に中指立てピースサイン、3人死傷の発砲事件起きた陸自、射撃場冗談半分でと東海テレビが報じているんですが、うん、はい、3人が死傷する発砲事件が起きた岐阜市の射撃場で6日、訓練再開の際に報道陣に向けて中指を立てるなどした自衛隊員が一連の行為を認めていることが分かりましたと、この隊員は訓練を終えて敷地から出る際にも、カメラに向けてピースサインをしていたということですね、はい、そんなファンキーなやつが言うんですねこの隊員は陸上自衛隊森山駐屯地に所属していて、その後の陸上自衛隊への取材で隊員が一連の行為を認め、冗談半分軽い気持ちでやったと説明していることが分かりました、はい、この行為を受け日野基本射撃場で7日予定されていた訓練は中止になったということですね、うん、はい、まあ、なんかマスコミに向けて中指を立てていたと、はい、まあ、気持ちは分からんではないんですけど、はい、まあ、僕は許してやれよと、うん、まあ、自衛隊内であんなその浮ついたことすんなというふうに、うん、まあ、言われただろうから、はい、それで僕はいいかなと思うんですけど、マスコミがこんなことやってたやつがいましたよっていうのを国民にじゃんじゃん知らせる必要は僕はないかなと、うん、まあ、確かにその、そういう事件があった後だから、うん、マスコミが来てたからそういうふうにやったんだと思うけども、自衛隊員って15万人もいるんですよ、はい、15万人もいたらいろんな事件があるはず、はい、なんですよ、うん、でもこれ、いやしかもね、もう屈強な男たちが多いわけですから、そう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 、それはありますよ、そうです、だからそういうのをこうあんまり責めすぎたりして、うん、クオリティを求めすぎると、うん、やっぱ自衛隊員ってこれ20万人とか30万人まで増やさないと、うん、戦争とか考えた時にはもっと増やしていきたいなというのはあるわけですから、うん、やっぱりすごい
その若者だしね、やっぱあんまりこうあのマスコミが攻撃的に自衛隊を捉えないでほしいっていうのを本当に僕はそれが難しいですよね思います。日本社会では、はいはい、やっぱこうちょっと日陰者なところがあるので、はい、うん、まあ、やっぱまあ近年はその震災 の、 あの復興支援とかで、うん、はい、まあ、相当やっぱりあの良い印象を持ってる方も多いとは思うんですけど、はい、やっぱ高齢者になればなるほど、うん、ちょっと印象も違うのかなというのが厄介ですよね、はい、まあ、今回もちょっとやっぱ中指を立てるっていうのは、はい、まあさすがにまあ品がないというか、うん、ちょっとあれだけども、ただまあ若い人ですしね、うん、でもちょっとこうなんかカメラ回ってんの見たから、うん、なんかやってやろうと思った、うん、っていうことで言えば、もう別にそう、もうちょっと自衛隊に来たいって人がいなくなっちゃうのが一番問題なんでね、うん、僕はそういうふうに思ってます。若いやつをもうちょっとこう寛容に、うん、こういうレベルだったら寛容に見てあげてほしいなと思いますね、うん、銃を向けたとかならもう大問題ですよ。まあ、そういうのは 大問題なんだけど、うん、まあ、中指を立てて最後ピースみたいなのはちょっと、うん、はい、うんうん、まあ、自衛隊の中でね、多分相当注意されると思うんで、うん、外ではやっぱあんまりこうなんだかんだこう自衛隊をこうネガティブにね、うん、捉える報道にしないようにしてほしいなとそうですね、いうところですね。はい、